こんばんは。新しいオーバードライブ、ワンコントロールのストロベリーレッドという、オーバードライブ歪みを買いました。でこっちの MS50G と組んでます。で今日はどんな感じの歪みかなというのを、デモ演しようかなというふうに思ってます。非常にちっちゃいんですね。こんぐらいの非常にちっちゃい、オーバードライブなんですけど、電池が入ってます。一応電池だけでも動きますけど、一応簡単な5年以内だけのボードに組みました。で今、状態はギターはですね、ジャズマスを使ってます。センターピックアップで、こんな感じの、ゲインはこれなんですけど、ゲインはゼロにしてます。そうするとクリーンブースターみたいな感じになりますね。よいしトレブル、横にベースがついてるんですけど、今一応フルにしてます。つけてやってみたいと思います。Thank you.
というわけでございまして、でも終わります。 Thank you.